砂上で強さを見せる若駒たちがここ大井競馬場に集結しました。世代のダート馬の頂点を決める戦い、東京ダービー。果たしてどの馬が栄冠に輝くのでしょうか。スタートしました。勢いよく飛び出したのは里のエンピック。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく里のエンピック行きました。続いて前へ行くのはビントレッド、さらにはアンモシエラ、6番一日所長、その後ろ先手を取ったのはアンモシエラ、大きく離れましたフットクルフェ、隣にはラムジェット、内を通ってシンメデージー、黄色の帽子オーウェル、その後ろこの辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。シンシュホス、その前に進出、その後ろにアビレ、これに続いてイモノソーダワリで、内からはボンドボーイ、これに続くのがプロインフォックスサル、外を通って国のときめき、その後ろからは誠の北の頬、しんがりから北のヒーロー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は変わらず7番アンモシエラ、リードは1馬身から2馬身イントレット、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアンモシエラ、2番手はイントレット、里のエンピック、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアンモシエラ、間が空いて里のエンピック、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きますアンモシエラ、あと 200m、 先頭は変わってラムジェット、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手以降は大きく離れたラムジェット、まさに完勝、今ゴールイン。2着はアンモシエラ、3番手にはマコトロクサの矛、勝ったのはラムジェット、このレースを制したのはラムジェット。スタートしましたラムジェット、これはいいスタートを切りました。アンモシエラ、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りアンモシエラ、先頭を伺います。ラムジェット釣りかけていきました。北のヒーロー、どうやら後ろからになりそうです。前の方からもう一度イントレット、先手を取りました。外を通ってオーエル、すぐ隣にアンモシエラ、ここにラムジェット、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。これに続いて一日所長、その外からブッドクルフェ、内からはボンドボーイ、ここにつけたのがシンシュホス、その外にシンメデージー、ハビレ、この馬もこのグループ、その後ろに里のエピック、この集団にイモノソーダワリで誠の草の頬、そのうちに続いています。外には国のときめきプロインフォックスサル、それに続いていますしんがりから北のヒーロー、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番イントレット、アンモシエラ、先頭に襲いかかってきました。オーウェル3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアンモシエラ、その外からはラムジェット、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。里のエピック、ここで先頭に躍り出た、あと 200m、 後続とは1馬身、このまま押し切るか。ラムジェット追いすがる、里のエピック、先頭だ、里のエピック、里のエピック、1着2着はラムジェット、3着にシンメデージー、里のエピック見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。予想通り先頭はアンモシエラ、これに続くのがイントレット、さらには一日所長15番ブッドクルフェ、その後ろイントレット、先手を取りました。その後ろからはシンメデージー、その外に里のエンピック、その隣にラムジェット、すぐ隣にオーウェル、その横にシンシュホス、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。これに続いてアビレ、内からボンドボーイ、イモノソーダワリで、それに続いています。内を通ってプロインフォックスサル、この位置に誠の草の頬、これに続くのが国のときめき、最後方に北のヒーロー、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。では前の方から見てみましょう。依然として5番イントレット、この馬がペースを作っています。ここにつけたのがアンモシエラ、そして大きく離れてオーウェル、この位置です。青の帽子シンメデージー、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ5番イントレット、外を通ってアンモシエラ、間を挟んでシンメデージー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、先頭を入れ替わってアンモシエラ、リードは3馬身以上、その差が広がります。
残り 200m、 アンモシエラアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はラムジェット、アンモシエラ強い強い。アンモシエラ圧勝、ゴールイン。2着にラムジェット、3着はサトノエピック、アンモシエラ見事このレースを制しました。スタートしました。イントレット、これは好スタート。ムッドクルフェ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してムッドクルフェ鼻に立ちます。その後ろからはイントレット、この馬も上がっていく構えです。さらにはアンモシエラ、8番シンメデージー、その後ろ先手を取ったのはアンモシエラ、少し間が空いて1日所長、その外にサトノエピック、この位置にラムジェット。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。新種ホス、そのうちに続いています。ここにアビレ、ポンドボーイ、この馬もこのグループ、その外からオーエル、すぐ後ろに国のときめき、並んで11番、芋の相談割りでフロイフォスサル、すぐ後ろその横に誠の草の頬、最高峰に北のヒーロー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。先頭は変わりません。7番アンモシエラ、2馬身から3馬身のリード、少し開いてムッドクルフェ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として7番アンモシエラ、2番手はムッドクルフェ、イントレット3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアンモシエラ、アンモシエラ先頭、しかし後続も伸びてきた。先頭を行きますアンモシエラ、残り 200m を通過してラムジェット抜け出す。2番手はハビレ、先頭はラムジェット、先頭はラムジェット、1着でゴールイン。2着はハビレ、その後ろにシンシホス、勝ったのはラムジェット、このレースを制したのはラムジェット。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。予想通り先頭に立ったのはインプレット、2番手はシンメデージ、北のヒーロー、後方からでは前の方から前提を取ったのはアンモシエラ、内を通ってインプレット、その外にシンメデージ、隣には1日所長、ここにつけたのがラムジェット、外にはムッドクルフェ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。アビレ上がっていきました。この集団にシンシュホス、並んで1番ポンドボーイ、外を通ってオーエル、その外から芋の相談割りで、内からは国のときめき、誠の草の頬、そのうちに続いています。外を通ってサトノエピック、内からフロインフォスサル、しんがりから北のヒーロー、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。8番シンメデージ、リードは1馬身から2馬身、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシンメデージ、シンメデージリードを広げていく、内からイントレット、アンモシエラ3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はハビレ、引き離しにかかりました。残り 200m、 ハビレ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はラムジェット、ハビレ強い強い、ハビレ圧勝、ゴールイン。2番手にはラムジェット、アンモシエラ3着です。ハビレ見事このレースを制しました。